サンドイッチマンのお二人ありがとうございました。では今日も元気にチートの占いです。今日最も良い運勢なのはヤギ座のあなたです。周囲の協力でやりたいことに挑戦できそう。遊び心を持って常にアンテナを張りましょう。ラッキーパーソンは旅行好きな人です。5位のカニ座の人はスランプ脱出のチャンス。生活習慣を見直して改善しましょう。6位の魚座の人は知らなかった情報をゲット。新しい技も身につけられそうですよ。続いて9位の射手座の人は発言で人を傷つける恐れが。言葉遣いには細心の注意を払ってください。そして今日最も悪い運勢の人はごめんなさいお羊座のあなたです。連絡の行き違いで大きな誤解が発生。メモを読み返すなど確認してから作業をしてください。でも大丈夫、そんなお羊座の月を回復させるラッキーメニューは鍋焼きうどんです。